その都度上野の駅前とか
あるいは公園のうちに数十人の規模で募金に立ちました。多分その総額は多くを超えているように思います。その延長線上でこの10月26日新潟県の川である佐渡家さんハイパーオープンなどを持って現地福島にお見舞いに行こうじゃないかという企画を立てました。行く先は飯田県がご案内なのにこの村民の方々は全員遺産未だに避難されているんですね。全村いつ帰るかそれすらまだ示されていない。こういう方々この村民はですねそういうことだからこそ年に一回庶民からそうです。みんなが集まって歌を歌い踊りを踊り、そして子供たちは絵を描いて点々しようじゃないか、こういう文化祭が去年から始まるそうです。その第2回に我々は80人から90人規模で参加する。そして単にお金はあるだけじゃない、現状を見ましょう。皆さんに本当に苦しい生活の方にお会いしましょう。こういう企画でございます。そして翌日は NHK の大河ドラマで有名になっております八重の桜、あの世界にまで足を伸ばしてみようと。あいつはあれですね、戊辰戦争では何からも同盟の一つとなって戦いましたね。あの会議、そして大変な震災に回れる福島、そこに我々越後人の心を届けようじゃないですか。心を届けるのって我々自身も心の旅ができるんじゃないか、こういう企画を立てました。佐渡汽船さん、福田顧問さんを聞いております佐渡汽船さんに大変ご苦労をかけてこの企画をぜひ実現したいと思っています。皆さんに渡したその袋の中にはさらに詳しい市内会が発祥に入っております。ご用意いただいております。さて今日のこの農業大会は事務方5名、役員85名、我々執行部10名、100名のスタッフで用意させていただきました。でもそれでもやっぱり人の感覚はあろうかと思いますけど、それは皆さんふるさとを何とするか、あるいは新潟に手がいがってきていただく、そのお気持ちでご勘定を願いたいと思います。簡単でございますけど、開会の祈祷をさせていただきます。どうもありがとうございました。春日博史実行委員長より開会の言葉でございました。